さあ、洞窟に入っていきましょうか。ね。いや、いらっしゃい。さあ、今日はどこまで進められるか。行き止まりな気がするな。気づいてない。帰れる。逃げるぞ。俺で逃げられなかったらどんだけ、ねえ、ガンダム鈍いんだよって話になっちゃう。やったぜ、ザグラ箱だ。石板のかけら？上に行ける。出た、出た、出た。あれ、これって、で、石板があれば仲間になる系だっけ？とりあえず休みましょう。いや、怖かった。じゃあ、タンクじゃない、ガンキャノンか。会いに行きましょうか。はーい、はいはい、戻ってきたぜ。さあさあさあ、石板持ってきたけど。ラクロアのナイト、アムロが3つの星の情報を求めて、アルトの町へ向かいました。右上だっけ？私もあなたと一緒に参ります。さっき来いよって言ったんだよ。さて、君は何ができるんだい？キャノン、HP 低。本棒、布の服、戦士。戦士ってことは、攻撃役か。さあ、とっとと外に出ましょう。道がわからないけど、ワープしまーす。地上に出たぜ。さあ、右上の町に参りましょう。ていうか、キャノンレベル低いな。お、お、キラーズゴクだって。まず、気合ってなんだ。6 26強っ。あ、気合の一撃、気合の一撃。 MP が足りない。まず、え、じゃあ、え、気合の一撃って使えるね。何？ L は LP？ LP？ LP ってなんだっけ。ライフポイント。待って待って、強い強い強い。あ、キャノン知るんじゃない？あ、ミス。強っ。5。バズが強い。レベル7、トゥール。レベル3になった。よし、たどり着いた。これがパルムだかパルマだか。そうだね、誰もいないね。パルタ。とりあえず寝る。あー、ちょっと待ってよ。攻撃は最大の防御とは言うけれども、ちょっと、道具、木の盾、革の鎧、革の帽子。女王のなんとか使えないよね。あ、使えないね。戦車に棍棒なんだ。マントの効果がわからん。はい、ということで、鉄の鎧に、木の盾のまま、鉄の鎧を装備しました。タンクには、マント。ガンダムが脱ぎ捨てた革の鎧を、キャノンにと。
さてさて、あ、ここなんかできんじゃない？仲間が今はいる？ないとする気？違うよね。お、お主がナイトガンダム殿か。お前は誰だよ。鉄の剣は買った、魔導士の杖も持ってる。トゲの杖よりこっちの方が上だよね。じゃあ、鉄の斧を。コンボを振る。20ゴールド。安いな。いや、もう大丈夫です。はい、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 大丈夫です。はい、はい、ありがとう、はーい。いやー、じいさんは、喋るのが長いからな。初めてすぐ矢探しをすると、川の鎧を手に入れたけど、いらないんだよな。いらっしゃい。さあ、やっていく。けど。2階。こういうとこ何かありそうなんだよな。今ないよな。屋上、テラスかい？よく襲われるフラグなんじゃないんですか？テラスといえば、店にテラス席を用意してもいいんだが、めんどくさいからやめとこう。出たきゃ外に出りゃいいしな。身も蓋もない。売る。待って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 。4ゴールド、意外とあった。これはカード出すではないか。1回20ゴールドやる。アッシマー、アッシマーだね。あ、もう大丈夫です。これがアルバムに入るんだな、多分。じゃあこれ船に乗るのか？この町に、この町にいるんだったら船乗れないよね。道具屋で売ってる。チケットをくれ。道具屋。チケットなんてあったっけ？買う。船のチケット。ああ、これ説明出ないんだな。三種の実ってなんだよ。船のチケット350。何か買うかい。用もないよ。じゃあ行ってきまーす。よし。ゴールド溜まった。右上に町があるんだな。船で行くのはそこか？あ、さあさあ。まずは宿屋に行くよ。宿屋。あそこだな。ガンダムがレベル8、タンクがレベル8、キャノンがレベル5か。気合はね、なんか会心の一撃ってわけじゃないんだろうけど、なんか消費してんのかな？よくわかんないな。はい、チケットください。
ガンダムを申します。すぐ使うでしょ。いや、大丈夫です。さあやってきたぞ。乗せてくれ。チケット買ってきた。船が出るぞ。さあ乗った乗った。都合がいいな。さあ安全な船旅を楽しみましょう。ああ、上の町じゃないんだな。どこ行くのかな。結構遠くまで行くな。おー、おやおや、わっ、海賊だ。マジかよ、ディズニー最低だな。誰やお前。アイザックやって倒せんじゃない。あれ、さっきなんか覚えてターンってやつ使えないけど、ターンは街かどっかに戻んのかな。ビットがね、気絶させんだっけ。オバーが、回避率を上げるらしい。嘘だろ。1、9。うわうわ、待って待って待って。まあ、ガンダムは死なないだろ、一撃じゃ。死ぬー。え、レベル上げしろってことですか。あ、逃げられるんですね。知ってます。おい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 、銀の粉やめろ。銀粉をまくんじゃない。チャフグレネード的なね。え、気合で。きっとギリギリで死ぬんだよ、こいつ。お前が死ぬんかい、62ってなんじゃい。ここまで来て。え、さらにレベル上げじゃないね。なんか来たね。アムロじゃん。私の名はアムロ、ラクロアのナイトです。ラクロアの者がここで捕まっているという話を聞いて助けに来ました。お前海賊か？さあ出てください。え、星のついた剣を探している？実は私も星のついた剣、鎧、盾の三種の神器を探していました。私も旅のお供をしましょう。おーおーおーおおお。え、ライフ1とかじゃない？大丈夫？ああ、全開してるし、アムロ弱いし。あれ、これ隊列を変えられるっていうのはさ、意味あるの？防御力が。ああ、上に上がる前に、右側に何かありそう。ああ、階段だった。おやおやおや？え、なにこのイースの神殿みたいなやつ。左から出たらどこに出るのか。おやおやおや？左の隅の家に三種の神器の一つ、炎の剣が隠してあるそうだが。はあ、なんで知ってるんですか？ここどこですか？ここが、いい町なのかどうかは、装備を見ればね。君は誰だい？おかしら、おかしら。たっか。つか、お頭って言ってるのにお客さんってどういうこと？え、これは盗品を売ってるんですかね？うわ、怖っ。やめてくださいよ。そういう荒事はね、あまりしない、ん？新入りか？
ああ、鎧を着てるのは盗賊って。黒い三連星が治める盗賊の村。うわ。三つの流れ星、いたじゃん。ライトガンダム縦札を読んだ。盗賊の村につき関係者以外立ち入り禁止。これ、捕まんじゃない？仲間になりたいか？え、嫌です。連れてきたのはあなたです。ダメだダメ。お前殺す。串刺しですよ。本の町にすごい宝があるそうだ。この村を襲ってやるぜ。嘘。あら、怖い怖い。20歳になってるんだろうね。お酒は20歳になってから。階段があるから行けるとは思ったけど。ああ、やっぱダメか。セーブさせてくださいよ。ダメしてくださいよ。街が近い。おお、雲が。え、ファミコンで雲ってすごくない？すごくない？これはすごいと思うんだよ。ここはルナ2の街です。ルナ2。あ、私は東南の方にあるマハルの村から来たのだけれど、これじゃ帰れないよ。なんで？ルナ2、イプスルナとか。16。高いのに質素な宿屋でした。じゃあ街を探してみましょうかね。何もない。こっちに襲いに来てるとかそういうのないの？この先の村に住んでるとても悪い奴なんだ。近頃の若い者は盗賊も退治できんのかね？退治したいですよ。依頼があればお力になりましょうか？幾ばっかのお金と装備があれば行ってきますが、王族たちがいるから安心して暮らせないよ。引っ越せ引っ越せ。ちょっと変わった人がいるんだって。これまた違うところに行くやつか。たまに盗賊たけ、たけとか、たちが酒を飲みに来るんだ。怖いよ。盗賊が襲いに来るよ。おりゃ。暗所飲み。ヴァンパイアセーバーのバレットみたいにね。泣きながら攻撃してくるから。怖い怖い。素晴らしい剣を手に入れたって話していましたが、そういえばその話を聞いていったナイトがいましたよ。お前じゃない？ねえ、アムロさん。こいつ盗賊の棟梁だったり、俺は盗賊なんて怖くないぞ。なるほど。じゃ、あなたに任せてもいいのかな？じゃあ外出てみようか。雲が下にあるのかな。棒なんて言ってたからな。
うお。いや、違う、ジオング。足があるから弱いんじゃないかな。アムロも MP0 だよ。アムロまだ戦闘の魔法覚えてないの。お前はどうやってここまで来た？タンク！1。アムロの攻撃。え、ガンダムが1なのに、キャノンの攻撃強くない？じゃあ魔法で、ルフィラ、ジオング、キャノン、キアイ、グフ、アムロ。あ、そういえば、何も持ってなかった。戦う、ジオング。死なないでミス。回避が強いのかな？回避が高いのか。ミス。すごいな。いけ。18。アムロ1。いけ、キャノン。ミス。お前もミスるんかい。と勘弁してくださいよ。ああ。これは、どうすればいいの？これ死ぬとさ、ゴールド減るのよ。なので、セーブデータ読み込みます。